武藤山寺、武藤山寺、武藤山寺、1867年4月5日、慶応三年3月1日から1934年、昭和9年3月10日は、明治、大正、昭和前期の経営者、労務管理思想家、言論人、衆議院、議員、三期。博文雑誌を創刊した後、三井財閥に閉鎖され、日本の盲石王として34年間会社経営に、 携わり、経営家族主義と温情主義を提唱、実践して、日本的経営論を考え。美の国語の佐久間国三郎長男、武藤家養子。水墨画や書道にも自出し、晩年は政界に進出して、実業同士会、後に国民同士会を結成。時事新報の編集者として、渋沢栄一の系譜につながる、聖書や、 徳富祖宝などの御用新聞記者を攻撃。聖、財、官の癒着を次々と暴き、連載、番長会を暴くで、定人事件を告発。しかし権力者から付け狙われ、1934年、昭和9年3月9日、福島新基地に、北鎌倉の自宅近くで狙撃され、翌10日に亡くなった。港国軍八軍は北村、当時は、尾張藩の領事。 現、岐阜県海津市出身。生誕地は母親、種の実家の尾張国海府軍、鍋田村、現、愛知県八富市で、出生時の生は佐久間。佐久間家は、尾張藩の将や、豪農を代々務める家系で、その長男として生まれる。山地の名は、学級肌でもあった父親の佐久間国三郎が、論語から取ったと言われる。米国留学後の1887年に、 親戚の武藤松江門の養子となり、無藤生となる。幼くして、儒学を学び、第三洋の日本外史を読破して、絵画を良くし、国文学の才能を表していた。父に勧められて、福沢諭吉の西洋事情を読んで崇拝の念を抱き、父から慶応義塾への進学を勧められた。七歳の時に、今尾人上小学校に入学し、明治十三年。 1880年に、慶応義塾の本科に入学し、明治17年、1884年に、慶応義塾大学本科を卒業。1885年、明治18年より3年間和田と寺、桑原とらじと共に、アメリカに留学し、帰国後、佐久間から無党に改正。アメリカでは、浜北箱製造工場の見習い職工として、皿洗い、 庭師、日雇い労働者として働いた。帰国後、東京銀座の横丁に、日本で初めての広告取扱業、新聞広告取扱所を起こす。雑誌、博文雑誌を、立花の両平と共に発刊し、全国各地で販売された。続いて、英字新聞社の、ジャパンガゼット新聞社に入社し、翻訳記者となる。しかし間もなく、 福沢諭吉の紹介で、後藤祥二郎の地遇を得て、秘書となり、大道団結運動に参加。定外クラブが結成されると、主筆のターナーと共に、ガゼット紙で運動を支援した。民権運動が集結すると、ガゼット社を実施百8 8 8年、明治21年に、ドイツ人イリスの経営するイリス商会に就職し、 陸海軍向けの武器商品を取り扱った。岡本定休の紹介により、1893年、明治26年に、三井銀行に入社の地、神戸支店副支配人となる。三井銀行本店支配人の斉藤千蔵との地の、男爵三井高康中見川彦次郎の下で、三井財閥の改革の一翼を担う。中見川の下、朝吹英治、津田京に、 村上正、野口虎次郎、小林十三、菊本直次郎、西松隆と並んで徴用され、中見川の死去後の三井財閥総帥となった、増田隆や早川千吉郎の下でも、側近として活躍することになる。1894年、明治27年に三井銀行の命により、金が淵知石赤氷五分工場支配人に就任。前身の、 東京免商社の業績悪化を改善するために、農商務省の技師、谷口忠司定を顧問技師に雇い、取締役奥田小三郎と共に、イギリスに派遣して、設備の購入に当たらせた。武藤は、対中国輸出を推進し、日清戦争期による急速な膨張と発展を担う、ことになる。防跡連合会は、戦後に、面会輸入税撤廃を政府に働きかけるなど、 宝石業は飛躍的に発展しようとしていた。北進事変後の不況期においても殿様経営をせずに、質素倹約をモットーとする大阪商人の精神を学ぶ。食工優遇を最善の投資と考え、温情主義を実践。宝石大合同論を主張して、1899年、明治32年に中国の上海宝石を三家に収めたのに入れ、 国内の宝石業界会社を次々に吸収合併。金棒は一躍国内トップクラスの企業へと進化していった。さらに1904年、明治37年には、兵庫工場に、ンプの試験工場を設け、福原八郎を主任として、各種食器の比較研究を行う。この研究所の中には、豊田咲吉が出入りし、日本最初の地から食器に改良を加えて、 トヨタの自動食器を据え付けて、発明を援助し続けた。日露戦争後の公共機には多角化に乗り出し、ガスイと剣士などに進出。井上香るの手回しにより、1906年、明治39年に一時、鈴木九五郎による金棒株買い占めにより、一時金棒を辞職。鈴木が経営失敗に陥ると、安田銀行に株が移り、1908年、 明治41年にはすぐさま専務取締役に復帰。大正8年、1919年にはワシントンで開催された第1回国際労働会議に資本課代表として出席。ドイツのクルップなどで無党の経営手法が模倣されていった。日本初となる社内法の発行のほか、金棒共済組合を設置し、中小業者と結んで営業税の廃止を求める。 営業税反対運動にも参加。1919年、大正8年、第日本実業組合連合会を組織し会長。1930年、昭和5年金坊社長を正式に辞任。法学者の江木正が序文を担当して、政治一新論を表し、日本銀行の独立、鉄道、電話、タバコの民営化、総理大臣公選などを論じた。 1923年、大正12年、政界浄化による階級闘争防止と経済的自由主義に基づく安価な政府実現を目指すべく、実業同士会、後の国民同士会を結成、会長となる。1924年、大正13年第15回衆議院議員、総選挙にて、無党を含む11名が実業同士会から当選。 軍事救護法の成立に尽力し、1925年、大正14年には、雑誌、公民講座を創刊。1928年、昭和3年第16回衆議院議員総選挙では、無党と、千葉三郎、川崎助太郎、松井文太郎の4名が当選。立憲声優会と、立憲民政党に次ぐ、第3党として、議会で、キャスティングボートを握った。 1930年、昭和5年4月21日には、衆議院において、金解禁について、井上淳之介蔵省に鋭い質問を行った。第17回衆議院議員総選挙では、国民同士会として6名が当選。1928年、昭和3年には、ブラジル移民推進のために、南米拓殖会社を創立。百三十二年、昭和七年、 政界を引退。国民の政治教育のために資材を投じ、国民会館、現、公益社団法人国民会館を設、時事新報社の経営担当者となる。1932年、昭和7年に時事新報社に入社する。関東大震災後に経営赤字に陥っていた、同社で、思うまま、及び、月曜論説の執筆を担当して、 経営黒字に乗せることに成功した。金子直吉、藤田健一らの定人株のインサイダー取引に着眼し、鳩山一郎、中島熊吉、三土中蔵ら政界関係者と、番長会、合成の助、勝利木松太郎、小林中、河合義成、長崎映像、長野守の案を、次々とスクープする。出し抜かれた、鈴木商店の金子がからくりを、 自治新報に公害し始め、番長会を暴くの連載を開始した。シーメンス事件以来の大型社会問題へと発展していき、定人事件がついに明るみに出ることになった。しかし、この事件の主任検事である黒田悦郎が後半中に殉職するなど、複雑怪奇な事件として、官僚の暗部が浮き彫りとなった。だが、 定人事件の疑惑報道の直後の3月9日に、鎌倉、当時大船町山の内の別邸を出たところで、福岡県出身の元外交員で失業者の福島、新吉に銃撃され、翌日死去した。武藤をかばった書生の青木茂が、銃弾2発を受けて絶命し、武藤も5発を浴びて、翌日に息を引き取った。一説には、福島が、 番長会系の人物や弁護士と接触していたことからバックに番長会がいたとか仮想場はすべて公営とすべきという福島の意見に同感し新聞に掲載したことの和解金をめぐるいざこざがあったと言われるが福島がその場で自殺したため動機は未だ不明となっているまた福島は他殺という疑惑も存在した無党山寺全州観光会 武藤山寺前州第一から発刊、造歩新宿社、1963年から1968年。旧武藤山寺邸は、1907年、明治40年に、神戸市の舞子浜に建てられた、木造二階建てコロニアル様式の洋風建築である。設計は、当時横川公務所に在籍していた、大熊義国が担当した。元は、 西洋館と和館が並立しており、特に西洋館は、隣に並んで立つ移り城閣と共に、地域のランドマークとして親しまれていた。武藤山路の没後、1937年、昭和12年に、武藤家から金棒に寄贈され、社員の構成施設、金棒、舞コクラブとして利用されていた。しかし、赤石海峡大橋建設に伴う、国道2号の拡幅工事のため、 1995年、平成7年に和刊は取り壊され西洋館のみが現在の垂水区仮口台7丁目に移築された。2007年、平成19年3月に兵庫県は建物と共に家具、絵画及び蔵書等調度品について金棒より寄贈を受けた。建物は、外観は、移築時に一部新材にて、 再現されているものの内部の仕上げ材や家具調度品は王子のまま保存されており明治期の西洋館の住宅形式や生活様式を伺うことができる貴重な建物である2008年平成20年から舞妓公園内に築工事が行われ2010年平成22年11月工事は完了し2011年平成22年に 国の登録有形文化財に登録された。同じ公園内には、移り上郭、国の重要文化財や旧木の下家住宅、国の登録有形文化財、近隣に、舞コホテル、旧草壁邸などの歴史的建造物が集中している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。